じゃあ左側の山が春なのか。うん、そういうことだと思う。こっちが赤城で、こっちが春菜さんじゃないかな。近いところでの両者の対面。さあ、それでは参りましょう。
面から比べたらはるかに落ちることは当たり前ですが、それがどれだけ難しいことかというところでしっかりと今対面スピンをしていただきました。さあそれでは後ろに撮ってくれ、うん、いやそれじゃない。そんじゃなくていいから。